どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。サムゴやっとモンテーク、それまで幾人ものスター選手が日本に訪れてはいましたが、一般的な知名度は現在ほど高くなく、そして何よりも無理たい独特の序盤は様子見をし、その非常に柔軟なテクニックで見せていくクロートドラムの選手たちだったのに対して、サムゴ・ギャット・モンテークはそのあまりにも分かりやすくインパクトのある戦いで衝撃をもたらし、そして一気に日本の格闘技ファンの心をつかみました。その日本での最初の相手である最大のインパクトをもたらした戦いが2002年9月6日に行われた全日本菊の舞台でした。相対する小林聡は若干16歳でキックボクシングプロデビューを果たし、プロレスの試合を行ったり、オランダやイギリス、タイなどに渡り、さらには国内に戻ってからも所属団体を転々とし、その在り方から野良犬と呼ばれ、藤原ジムに所属してからは WK 上田世界ライト級王座をはじめとして複数の団体での世界日本タイトルを保持し、世界の野良犬と称されました。そんな日本を代表する男との初対面、日本対国際戦と銘打たれたこの戦い、その当時サムゴは文賓スタジアム3階級王者にして3年間もの間その地位を守りつつ、強すぎて賭けが成立しないのでスタジアムも追い出されてしまったという伝説の王者とされていたという話もある。そんな相手を日本キック界のエースとして長年君臨し、ムエタイのランカークラスも粉砕している小林聡に白羽の矢が立ったという状況だったといいます。人生を左右するような試合になると思うと語り、想像を絶するような練習を重ねた末に迎えた当日、 WKA、WBKC 世界ムエタイライト級王者として小林聡が体を揺らしてじっと対角線上の相手を見つめ、いや、めめつめ、サムゴ・ギャット・モンテークは2大スタジアムの一つである大国ルンピニースタジアムジュニアライト級王者として両手を掲げて行います。黒光りする体が盛り上がった方が背中の、その強さを如実に物語っているようでした。やる気パンパンの小林聡はゴングが鳴り終わるか否かというタイミングでいきなり引導キックの連打、さらに右の引導で追い詰め、コーナーに破裂けにしようとしたところで左ミドル一戦パスという重たい音、こんな音が響くことと驚く間もなく、まさかの3連打。しかしそれにもひるまず小林聡が飲料の連打で対応、これは熱い戦いになるか、そしてローキックの打ち合いに変遷していくかと思いきや、下がりながらの一発のミドルキック、パス、膝と肘で受け止めたにもかかわらず小林聡が大きく体勢を崩します。それで爆弾、それにやや小林聡のローキックも威力をなくしたように思います。そして間合いを空けて再びのミドルキック、足、今度は重く弾けるような音、前に出る小林聡勝とうとしているのと同時にミドルの前を潰そうとしているのでしょうか。ここに来た戦いはインロー VS 左ミドルの構図となります。左ミドル2連打、一発一発に会場に緊張感が走ります。かつて見たことがないような衝撃の光景、音、ミドルハイ、まるで首ごと持っていかれそうな迫力、まだ開始1分程度というのは信じられない。左ミドル一発ごとに肘が吹っ飛ばされている、
深く高潔な素根を持っているというのか。しかしさらに鉄筋されたら肘でカウンター。近づけばいいというわけではないのがルンピンスタジアムチャンピオンたるゆえんか。前切りも見せ、しかし少し落ち着き、小林さとしが左右のローキックパンチでまとめなし、盛り返してきたかというところで、さらに右ローキックはいい感じで決まり、肘も放たれハイムリ。さすがは世界のドラム、勝負はまだこれからだ。そう思ったタイミングでいきなりの左腕。しかし小林さとしも少し慣れてきたのか動揺せずに前を詰めます。しかしその後の左ミドルを腕を上げずに体を反らして回避する。まさか第2ラウンド開始直後からワンツーローキックで攻め立てる小林さとし、それに左ミドルを返すサム。減らずプレッシャーでは小林さとしが、しかしミドルハイにガードの上から小林さとしの上体が乗っけられます。しかしここでサムゴが左ミドルではなく左ローで小林さとしの奥足を襲う。キーだ。そこから左ミドル一発で小林さとしをコーナーまで吹き飛ばす。ロー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 、猛烈な畳み込み。そこから左ミドル再びコーナーへ。レナ肘膝膝膝肘肘肘、ムエタイのスペシャルコースフルコース。そして前が開いたら左ミドル左ミドル肘膝膝、もたれかかて体を振り回しての肘打ち炸裂。超高等技術のオンパレ。さらにローローローはい肘で第2ラウンド終了。第3ラウンドやはり開始と同時からローキックで攻めていきますが、いやいや力ある。だから自分を鼓舞するように強烈な左右のストレートを叩き込んでいく小林聡。しかしそれにサムゴは走りながらの引導からの加速をつけてのものすさまじいジャンピングハイキック効果です。あんなの食らったらすぐ。しかしここまで見て今気づいたのですが、サムゴは一発のパンチを出していませんでした。これは恐るべき G スイルでしょう。もはやグローブをつけている意味ない。いや、防御面が大きくなるから本当の意味では意味ないことないんだ。下がりながら左ミドル左ミドルローキック、さらに一瞬止まったのを見逃さず左ミドル、さらに左ミドルを放ちますが、小林さとし腕が上がらない。腕が効いた。衝撃。こんな光景それまで見たことなんてない。危ない。顔面にもらったら死んでしまうぞ。ようやく腕で受けますが、やはり力なく突き飛ばされてしまう。そしてとどめのローキック、崩れ落ち。絶望感が会場に伝える。防御のためなのにそれを殺されてしまう。立ち上がった時一体どうする。やはりミドルは一発で倒される。ローローロー、一瞬パンチで上げる。そしてバックハンドブローを放ちますが、なんとそれにミドルを合わせる。腕よりも速い足ってどういうこと。そして腕へミドル、腕が上がらないところへミドル、棒立ちになったところに奥足で大きく叩き込む。大きく体勢を崩してからの膝へ。全く無駄のない完璧なコンビネーション。そしてミドルハイからのローキックを奥足へ。それ以外言葉が浮かばないほど圧倒無敵の戦い。日本が左ミドルのマジン、その襲来に戦慄したその日だったと言うでしょう。私はこれからも左ミドルのマジンバット、そう言って凶悪と恐れを洗えてくれたサムゴーギャットモンテイン、その活躍を皆様に紹介していきたいと思います。ですので高評価コメントよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。